はいどうも皆さんこんにちは、つるみです。まあ、なんで静止画かと言いますと、挨拶を取り忘れました。まあ、完全に僕のミスなんで、今回は反省して静止画でお送りしたいと思います。でですね、本日はウームさん主催の男だらけのガチバトルっていう球技大会が開催されたんですけども、そこでですね、運動音痴ながらにバスケの試合に出させていただいたので、ぜひともこの運動音痴のつるちゃんがどれだけ活躍したかっていうのをね、見ていただきたいと思います。ちなみにチーム対抗みたいな感じで戦っていて、僕は黒チームなので目を離さずに見ておいてください。それでは早速ご覧いただきましょう。どうぞ。こちらはですね、試合に出る前に体をアップさせている様子でございます。さあここで二郎さんからパスをいただき、さあシュートを打つ。いい調子ですね。そしてチアガールとしてですね、とてもとても可愛い SBK48 の方々に応援していただいてもらっております。それでは早速試合が始まります。さあまず黒チームが一歩リード。おっとここでパスをもらえるのか、釣りに、おっと後ろで走ってるだけだ。おっと逃した。さあここでさあパスを待ってるのか、おっおっ来るのか、来ない、おっ来ない、あっ回ってきませんでしたね。さあ黒チームが攻めている状況でございます。さあ黒チームがシュートを打つ。入るか、やれなかった。赤チームに取られてしまった。鶴見は必死な思いで走っております。さあここで初めてボールを触った。さあ攻める、どんどん攻める。おっと、おーカンタさんに取られてしまった。鶴見選手、黒チームが攻めているにもかかわらず輪に入れず端っこでポツンと取っています。そんなこんなで二郎さんがシュート、入った。1ポイント、2ポイントだった。さあ黒チームが攻めているんですが、僕はカメラ外でぼーっとしています。さあなかなか輪に入れない釣りにボールは回ってくるのか、おっと回ってきた。さあ入れるのか、シュート入れるのか、パス、はい、敵にパスをしました。ここで交代しましたね。 SBK の皆さんもがっかりしています。そしてチーム対抗のフリースロー対決が行われました。さあまずは黒チームヨッツさん、入らず。さあ続いてはチームウンダホさん、惜しいです。さあ続きましては緑チーム内藤さん、期待大です。さあ入るのか、おお、いけない。さあ続きまして赤チームカンタさん、綺麗に入れてく。さすがカンタさんです。さあ続きまして黒チームジローさん、とても惜しいです。さあ続いて青チーム社長です。果たして入るのか、お見事です。さあ続きまして緑チーム車谷瀬名さん、入るのか、綺麗に入る。さあ続きまして赤チーム河田さんです。惜しいです。そんなこんなでフリースロー対決も終わりまして、3位決定戦に途中から交代で出たので、スルリーの活躍をご覧ください。さあさっきの試合があまりに動けなかったのでちょっと反省しているようですが、今回は見せれるのでしょうか。さあボールが来た、止められるのか、うん抜けられる。すごく周りをアタフタしております。おっと黒チームが攻める。さあ果たしてボールがもらえるのか、おっと走る、僕しか映ってないから何も分からん。さあ黒チームがまたまた攻める。さあ二郎さんは誰にパスするのか、鶴見、さあ入れるのか、入らなかった、悔しがっております。さあ緑が攻める、あとここで黒が止める、緑がまた持っちゃう、それを僕が止める。さあかっこいい、おっとアクロバティック。そのまま黒が攻める。さあ帰ってきたボールを打つ、入らない。ちなみに体力はもうゼロに近いです。さあここで黒が攻める、黒を僕は待ち構えております。さあボールは来るのか、はいパスが回ってきた、シュート、入るか、入らない、謝っておりますね。さあ緑チームがロングパスで攻める。さあこれをツルニーがカットです。しなかなかいい動きをします。さあ黒チームが攻める、パスが回ってくる。さあ打つのか、おっと取られてしまった。ジョージさんにとんでもないことを言われてしまいました。そんなこんなの試合を終了し、黒チームは3位という結果でした。何もしてないのに優雅にハイタッチをしております。お疲れ様です。いや同じ絵に入れることがあるとは。いつからそんな丁寧に。前だって終わったもんね。機関棒だったよ。僕のチャンネルで一番再生されてる動画がですね、YouTube 好きな人、しりとりでんが来たら、んだほって答える説。あれめちゃめちゃ面白かったよ。いやちょっとあれ、怒ってないかなと思います。全然。俺いつんじゃめなが出てくんのかな。次ちょっとなんか、シルクさんでも説。あーいいね。あいつの顔面見たら、こいつ多分怒ってると思うやつ100人説。じゃあまた説やらせていただきます。ありがとうございます。
どうもです。こんにちは。ちょっとお聞きしたいことがあります。怖い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 。いやいやいや、怖いことじゃないです。喧嘩ギリ負けるよ俺多分。いやいやいや、ちょっとお聞きしたいことがありまして、この画像のこれすごくないですか。僕らいつもこの配置で撮ってるんですよ。これすごい。これ狙いました。狙ったって言うじゃん。え、これ信号ではないんだっけ。信号ではないです。偶然なんだ。本当に視聴者さんが教えてくださって。でも俺もツイッターで鶴に見たいみたいな言ってて、俺なんかシャトルエイトの時に黄色着てたから B さんの同じやつを着てるんだって勝手に思ってたら、全部あった名前の漢字まで。あ、これは真似ました。これ真似たんかい。なんかもう僕らの視聴者さんからワンチャン狙った説で。おー、いやね、ごめん。狙ってはないという。この動画普通に見てて何も思わなかったんですけど、すごいなっていうやつです。いやでもなんかずっと動画見てて。あ、本当ですか、嬉しい。あの口紅をさ、ずっとあれをだいぶ前に見てて、はい、面白いこと思いつくな。ありがとうございます。ぜひまた機会があれば。はい、並びを変えときますね、僕らが。いやいや。